はい、ワドツ。はい、よ。いい天気だね。ていうか今年入ったから雨一回も降ってないかな。ずっと天気いいよね。してるかな。加湿器たこう。
Thank you.
確かに乾燥すごいかもね。
よ。さんからかんの発砲事件の YouTube 再生回数が3000兆円だよ。ねえ、すごいよね。もうびっくりした、朝見て。すごいね。やっぱ検索してみるんだろうね、でっかい事件だから。朝チェックしたよ。びっくりした、俺も。だってアナのなんだっけ NHK のニュース動画よりも再生数多かった。すごいよね。
今洗濯物やってるわ。もうたまりにたまってさ、ジャージもくせえから洗った。男の一人暮らしはダメだな、やっぱ洗濯も炊事も部屋も。仕事しながら家事って大変だよね。今日は会社休んだんだ。なんで？なんかあった？どうした？子供かな？金魚姫さん、子供が時価1000円で耳の下がパンパン。うわー、連れてってあげた病院。俺中耳炎になったことあるけど、俺が今まで体験した中で一番苦しい痛みだったもんな。耳とかね、一生に関わる問題だからね、大変だな。病院連れてった？すぐ病院。金魚姫さん行ってきたよ、痛いらしい。痛いなんてもんじゃないよ。まあ俺中耳炎だけど、その皮下1000円かどうか分かんないけど、俺は辛かったな。かわいそうに。カズさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。新チャンネルさん、こんにちは。風船ありがとう。村本さんはどつ。おー、久しぶり。こんにちは。久しぶりだね。元気だった？
洗濯物乾かしてくるね。コインランドリー行ってくる。金魚姫さん行ってらっしゃい。本さんはドツル。もう少しで感じしそうだよ。金魚姫さんよかよか。ありがとう。ルナさんどこ行った？金魚姫さん米印ただいま、主はコインランドリーに行きました。なるほど。空気いいね今日。
天気いいわ。はよ。お、ボン、おはよう。空気入れ替えてるわ。今日空気きれい。東京は。昔はね、なんか新宿とか空気くっそ悪いイメージあったけど、最近きれいになってるね。子供の頃東京に来た時、新宿とかすげえ空気悪いイメージだったけどな。
アイテムありがとう。いやー全身痛いよ。腰が痛いね。腰が。おっさんだな。筋肉痛ですね。
よし。お、洗濯物取り込んでこようかな。洗濯物取り込んでくるわ。まだ乾燥機回ってたわまだだった間違えちゃった。洗剤はこだわりはないね。アリエールっていう普通の洗剤、液体洗剤使ってるけど、ただね、ジーパン洗うときにすげえいい洗剤見つけたね。高級洗剤なんだけど、香りがめちゃめちゃ良くて、天然素材のやつで。それめちゃくちゃいい匂いするから、何の匂いかちょっとわかんないんだけど、洗濯物いい匂いだよね。俺はアリエールだね。こだわり特にないかな。ただジーパン洗う時だけはそのな中性洗剤のちょっと高い洗剤使ってるけど、生地が傷まないように。それぐらいかな、気をつけてんのは。
今日はこの後ロードワークかな。出かける予定は特にないけど、ロードワークだね、いつも通り。つまんないよ。もっと派手なことやりたいけどね。地味でごめんよ。こんにちは。平和。派手なことやりたいよ。うん。派手なことやりたいけどね。洗濯物取ってくるわ。鳥好きだからやだ。鳥いじめたくない。鳥好きなんだ。
ただいま。パンツからやりましょう。三原キングさん、おかえり。ただいま。100万札束さん、欲しいモノリストのマントが。マントがどうした？ベーツブさん、パンツお披露目。パンツは俺はあのユニクロの、あ、なんつうんだこれ、シルキードライって昔売ってたエアリズムって商品だね。今エアリズムに商品変わってで100均のこの中にこうやって入れてる。これ100均のダイソーのケースなんだけど、これが一番いいかな。
パンツは。トランクスとか履かないから、ボクサーパンツだけだから俺は。本当は色も規格も全部統一したいんだよね。100万札束さんは、ま、まん、バントがなんと、もう取り合いしてません。嘘、あれなくなっちゃったの？取り扱いなくなったんだ。残念だわ。品切れだ。もう手に入らないね、じゃあ。ありがとう、教えてくれて。残念です。あのマントかっこよかったのにな。悲しいね。欲しいものはすぐ買わないとダメだよね。残念だな。のんちゃんに会いたいな、寂しいな。のんちゃんに会いたい。ベーツブさん、パンツ多くね。バレた。子供の頃のトラウマで、パンツを切らしたくない。バレたか。パンツと靴下異常に多いね。なんかね、お金がちょっと入るとね、パンツを買う癖があるんだよね。新しいパンツ買わなきゃって。なんかね、パンツに対するコンプレックスがあるんだよね。バレた。麦ちゃんさん変態。パンツが多いとなんか成功した気持ちになれる。のんちゃんのパンツだ。ロークオソング彼女どこ行ったの？彼女どこ行ったんだろうね。てか女の人のパンツの畳み方わかんないよ。一緒でいいのか。麦ちゃんさん気持ち悪い。なんで？どんだけ赤パン持ってんだよ。赤と黒ばっかりだね。ソング部屋広いの。部屋7畳ぐらいだよ。7畳。広くないよ。
東区をソング普通だね。うん、普通かな、狭いと思うよ、ワンルームでさ。亀頭仙人さん、お前調子に乗ってボコボコにされたことあんの？わらわらわら。本さん KP を10個プレゼントしました。おぼん、ありがとう。本さんいいねを10個プレゼントしました。東京は何？本さん風船を10個プレゼントしました。東京って感じだよね。本さんバーガーを2個プレゼントしました。東京の。本さんハートを2個プレゼントしました。貧乏人の東京の一人暮らし。金魚姫さんバーガーを3個プレゼントしました。ありがとう。ああ、低所得者だったらこんなもんじゃないのかな。お金持ちの生活は知らん。ロークさんは、寂しいな。なんか YouTube すごいなと思うのがさ、昨日さ、発砲事件の事件現場の動画がすぐ3000再生いったのもそうなんだけど、どこどこ組とどこどこ組の構想とかさ、ニュースに流れてない情報、リアルな情報をコメント欄にいっぱい書いてあってすごいなとか思った。ネット社会だなと思って。ニュースより深掘りした情報がさ、簡単に手に入るんだなっていう、ネットの方が。すごくない？やっぱさ、人伝いに知ってるわけじゃん。その、ヤクザの人とかさ。すごい時代だよね。これはネットができるまで絶対起こらなかった。だってさ、地方にいる人とか全然意味がわかんないわけじゃん。この事件の真相何なのって。暴力団、ねえ、なんだとかわかるじゃん。すごいよね。だから嘘が通用しない社会がついに来たんだよね。ごまかしが効かないっていうか、はったりが効かないっていうかさ。
本質的なものはすぐいいものは広まるし悪いものは淘汰されるっていう時代で、それを決めるのはユーザーっていう本当の民意っていうかさ、ある意味すごいものすごいツールが完成しちゃったなっていう、すごいよね。それは権力者はネットを恐れるわな。本当すごい時代に生まれたなって思うもん。ネットっていう、インターネットっていう、人類の生き方がガラッと変わったからね。価値観とかイデオロギーとか、実際そこに対応できてないと思うし、人類が。まあ対応できてる人もいるんだろうけどさ、それはごく一部で、なんか古い倫理観とか価値観と新しい価値観のせめぎ合いが起こってると俺は思ってるんだよね。ああ、だからサムネで釣ったりとか、そういう、なんだろう。そういうのはまだ残ってる、ネットの悪いところだよね。その、なんだろう。クリックさせるためだけに何かを。でもそういうのも淘汰されていくと思うよ。だんだんその YouTube が規制強化したりとか、ブロック機能があるから、一回その、ああ、なんだこれ釣り動画じゃんって言ってブロックされたら二度と見れないわけだから、信用を失うわけじゃん。だからそう、匿名性とかもだんだん淘汰されてる。要は匿名だからそういうことやるんだよ。信用蓄積しようとしないわけだから。クリック数でお金儲かればいいから。だからもう、ああ、捨て垢だなと思ったら信用されなくなる時代が来ると思うよ。すごいよね、ネット。昔はね、メディアに勤めてた人がトレンドとかブームとかね、そういうものを作り上げてきたんだけど、今完全にネット発信だもんね。だからコスプレイヤーのえなことかがグラビア出てるとびっくりするんだよね。ああ、選択あるあるだね。俺もさっきからそれ考えてた。今日は、片方だけになるのかっていう。消える靴下問題は不思議だよね。アリエッティに持ってかれたのかな。絶対にね、消えていくよね、靴下は。でもね、俺はね、もう、すべての衣服とかを企画、もうメーカーと型番を統一したいのよ。そしたらさ、一個なくなっても平気だから。だから、その似たような服ばっかり着てるの。企画を、自分の服に関してはもう完全に統一したいかな、企画を。服で個性は出したくない、あんまり。これ捨てる。企画中。あ、一個余った。余ったな。メーカー違いが1個あるけどどうしよう、捨てようかな。まあいいか。今日箱
下とパンツ完了。畳みました。次はシャツだ。バスタオルとかも全部ね、統一したいんだよね。今度やろう。もう4年も5年も作ってるボロボロのタオルとかだから、一回買い直そう。あ、靴下出てきた。古い方がよく吸い取るよね。なんか実家にある10年ぐらい使ってるボロボロのタオルとかああいうのってウケるよね。なんか俺が小学生の時からこれ使ってるだろうみたいな。なんかあの子供の柄が入ってるターボーとかさ、スヌーピーとかの柄が入ってる。いい加減捨てろやみたいな。ターボー、なんか俺がターボーにそっくりな子供だったらしくて、ターボーのねものがいっぱいねあるんだよね。親戚のおばちゃんがターボーばっかり買う。いや、俺はね、畳む派じゃないのはね、単純に収納がないから、そう。ただそれだけ。収納問題。黒多すぎってさっきも話したけど、俺 T シャツこの黒しか持ってないもん。もう服を
選ぶ図鑑とか買う図鑑とかおしゃれする図鑑がもったいないって思って、そうだ、もうなるべく同じ服を着たいんだよ。すごくめんどくさい。おしゃれほどなんか嫌なものはない。おしゃれ好きなんだけど、その服で個性を出そうとするのがすげえ嫌なんだ。特別な日とかは別だよ。なんか結婚記念日とかデートの日とかそういう時はいいんだけど、普段着はそのあれなんだよね。普通にしてたい。黒で統一してたい。ほら、女性に恥かかせるのは嫌だから、そういう時はシャツとか着てもいいと思うんだけど、特別な日は、特別じゃない日は作業着でいいんだよね。さすがだね。無印です、はい、無印のシャツいいね。全部無印です。無印が20着かな。安くてすごく持つね。俺もね、たどり着いたのは無印だったね。いや、ユニクロとかいろいろ試したんだけど、たどり着いたのは、しかもファミリーマートで売ってるやつね。500円で買えて、めちゃくちゃ持つんだよね。生地も厚いし。しかもどこでも買えるから、旅配信とかの、この衣装を変える必要がないっていう。ファミリーマート入ってシャツ買えばいいから、そう。だからこれ全部ファミマで買ってるんだよね。無印のシャツ悪くないよ。持つよ、すごく。いや、コンビニのさ、ファミマのところに無印コーナーあるでしょ。だから和道グッズ欲しいです。和道さんと同じ T シャツ着たいって。ファミリーマートに行って、無印の500円で売ってるこの M 買ったら俺とお揃いだから。全国で俺、全国のコンビで、あの、俺と同じ服が着れる。最高にコスパのいい和道グッズでしょ。めちゃくちゃ持つんだよね。500円のクオリティじゃないと思う。結構頑張って企業努力してるよ。そう、でもね、 M じゃなくて今度から L 買おうかなとか思ったり、ちょっと迷ってる。 L が3着ぐらいあって、あとは全部 M なんだけど、どっちの方がいいのか問題がある。たまにコンビニで品切れの時とかあるから、旅先とかだとたまに L 買っちゃう。チカラジュニアも絶賛してたんだ。まあでもこれはすごいね。無地の T シャツ、BVD とかもあるんだけど、生地の質感とすごくいいよ。あの、本当に生地がいいね。頑張ってるよ。これは普通にね、1000円とか800円とかで売っていいものだと思うけど、企業努力ですな。いや、女の子はおしゃれした方がいいと思う。
無印の黒 T 着てる女の子とかかっこよすぎるでしょ。惚れるわ。私服とかもう無印でいいわっつって。黒 T でいいわっつって。相当頭おかしい女の子じゃん。惚れてまうやろ。いっていって、静電気。ハンガーがない。はい、俺が嫌いなリスナーのコメントじゃん。なんでドキュン系の20代の沼ヤンキーコメントなの。腹立つな。ありがとう、風船ありがとう、サンキューです。今何時？ 3 時？ 2時5時？ 3 時か。のんちゃんに会いたいな。
寂しいな。アップデート。出ないな。じゃあ地獄の特訓に行こうかな。なんかもうなんか独特な世界観出てきたよね。あの言っちゃ悪いけど、なんかあのエセアカに寄ってきたよね。エセアカに寄せてきたっていうか、なんか独特の、そうすげえわかるかも。なんかでも配信をテレビっぽくバーってテレビの真似してやる時代は俺終わると思ってて、結構ね意識的にこれをやってるんだよね。あのなんだろう、舞台でもテレビでもない、そのなんだろうな、監視カメラのような、なんかすごく絶妙なニュアンスっていうか、うん、なんかねちょっとまだ模索中なんだけどね、あのテレビっぽい、まあそれこそ言ったらこれこれ石川紀之スタイルみたいな、あのスタイルでやろうとしてもダメだなと思って。俺胸キュンは結構いい線ついてるっていうか、完成に近づいてると思ってて、うん、なんかねいろいろあそこじゃない何かを探してるんですよ。ラジオでもなく、っていうのもなんか最初の2年間ぐらいでもう喋り倒して結構飽きちゃった部分があるの。なんか俺の中では別番組やってる感じなんだよね。展開変えたいみたいな。まだでもうまくいってない、ハマってないかな。ちょっと喋った方が数字は取れるね。
スマホがね、もう電池が落ちるから買ったんすよ、新しいの。iPod っすね、これ。なんか、これ iPhone6 だったんですよ。iPhone6 プラス。で、電池が落ちるから、iPod が2万5千円で、iPhone X? iPhone X ってやつが12万ぐらいしたんですよ。で、12万なんか買えないじゃないですか。で、どうしようとか思って。でも、新品の Apple 系のじゃないと、もう Apple じゃないと配信ダメなんで、もうこれ答え出てるんで、じゃあ Apple で何がいいかなと思った。iPod を調べてもらったら、これと全く同じスペックなんですよ。iPod Touch ってやつか。だったら、これで動いてたってことは、これの新品手に入るのと一緒だから、じゃあ2万5000円だったら悪くないなと思って。iPod Touch っすよ、これ。で、画質そんな悪くないし、いいかなっていう。ただ、ちょっと画面が小さすぎて、文字打ちづらいっていうのと、あとなんだろう。画面で文字が打ちづらいのと、あと軽すぎてなんか不安になる。ちょっと小さすぎるかなっていう。まあ、それくらいですかね。石川紀之はあれはあれで成功してるからいいんだけど、あれの真似をやってる配信者は俺どうかと思ってて、紀之さんは別にいいのよ。紀之さんでもう完成したものだから。ただ真似はダサいじゃん。なんか紀之さんの真似をしてるやつがすごく多くて、真似をしてるんだけど真似ができてないみたいなのが寒すぎるから、俺はなんか紀之さんだけあのスタイルでよくて、他のなんかのりゆきさんの真似して生きってるみたいなやつはすげえ嫌いかな。なんか、イエバスとかの、まあ、なんとかキングってつくやつもそうじゃん。喧嘩突風みたいなさ。なんつうの。渋谷のキングだけはやっていいんだけど、他のなんとかキングは俺は否定派っていうか。なんか、オリジナルでいいのにっていうね。すげえ。だから、その、カオスとかドレさんとか、石野康介とか、独自路線で行く人が好きなんだよね、結構。売れなかったとしても、独自路線で行くっていうか。その、変に配信のセオリーに媚びない人が好きかな。配信者はこうあるべきっていう考え方が俺嫌いだからさ。イミさんの配信とかもすげえ面白かったな。あ、野田ゾーリクオリティ高いね。野田はすげえ頭良くて、なんだろう、あれはなんか本当は沼じゃないくせに沼キャラやらせたら天下一品という変な、なんだろう、暗黒の系譜だよね。金梅さんと暗黒のいいとこ取りしてるっていうか。野田はクオリティ高いし、俺弾丸塾ですげえ、すげえなと思ったね。その同い年にしては。っていうのも、弾丸さんと北郷さん、喋りのね、第一線で活躍してるプロだったわけでしょ？プロなわけじゃん。で、ちゃんと野田総理が主導権取って、ボケとか噛み合わせを成立してたんだよね。あ、昨日の歌舞伎町はツイッターに写真上げて、動画を上げたんですけど、YouTube に。なんか一晩で3000再生とか言ってたかな。3000再生で。で、なんかコメント欄に、どこどこ組とどこどこ組の構想だよとか、なんか、普通の俺のユーザーじゃない人が書いてて、すげえ面白い現象起きてて。まあ、俺が行った時はもう野獣馬だらけだったから、規制、なんつうの、テープ貼られて。野獣馬だらけで人ごった返してて、テレビ局もいっぱい来てたね。報道系の人とか。でも、一番びっくりしたのが、報道系ってさ、昔はさ、車、なんかアンテナがついたでっかい車をつけてさ、で、生中継とかやってたのが、なんか生放送の、スタッフたちがパソコン広げて、多分ね、パソコンであれ生中継やってんの。パソコンの回線で。ネット回線で。それはなんか時代だなと思ったね。報道の車とか来てなかったもんね。
一眼は僕ソニーの α7 っすね。魚眼使わなかったらこうなるけど、どっちがいい？なんで魚眼なんだよって答え出てるでしょ。こっちの方がリスナーさんが見やすいからだよ。セブンスリーっすね。ソニーのアルファセブンスリー。これですね。アルファセブンスリー。写りはいいと思うよ、あの写真。ただ報道系の写真はグッと来なかったな。グッと来なかった俺は。なんか全然現像するとき面白くなかったね。だから報道とか戦場カメラマンとかああいう人たちは鮮度が命だなっていうのがよく分かった。距離感と鮮度で結局 iPhone で撮みんなパシャパシャ撮ってたけど、あんまり自分が一眼で撮ってんのと比べて、いや iPhone の方が良くねって思っちゃったの。あれいつだったっけ、 α7 買ったの半年ぐらい前かな。なんかそういうのにはグッとこないかな。スピード勝負距離感勝負だと思ったから。アルファ7-3めちゃくちゃいい機材だね。買って正解だったわ。一眼買わなくてよかった。あの俺が買う時のタイミング、アルファ7-3出たばっかりの時で、発売されて2日目とかだったんだけど、みんな一眼買えって言ってたの。だけどアルファ7-3買ってほんと正解だったと思う。めちゃくちゃ使える。昨日のはね、ドリーズームのフィギュアを置いてドリーズームの練習してたね。めまいってヒッチコック監督のめまいっていう映画で初めて使われた技法なんだけど、ドリーズームっていう技法があるのね、カメラの技法で。でもね、ドリーズームやっぱ難しすぎる。手ブレ補正じゃ無理。あのレール引いてドリーズームちゃんとやんないとあの世界観出せないから、疑似ドリーズームやろうかなと思って。4K で撮って、普通に引いていくか、まあ、レンズで寄せていくか、引いていくをやって、それの逆を疑似的にやるっていうのを、多分映画では使うと思う。ドリーズーム無理。金かかる。だから俺多分疑似ドリー結構使うと思う。自分の映画のワンシーンには必ずドリーズーム入れたいなと思ってて。っていうのも、広角機動隊の草薙元子が話すときのシーンで、アニメなんだけど、その、アニメの表現としてドリーズームを使ってるの。それがすごい印象的でかっこよかったから、長回しのセリフのときとかに、定点で、フィックスでドリーズームやりたいなっていう。人物は、こう、被写体はピタッと変わらないんだけど、背景の空間がぐわーってこう歪んでいくの。すごい面白い世界観になる。あれはやりたい手法かな。まあツイッターに上げてあるから、他の人がやってるドリーズーム、ドローン撮影のドリーズームなんだけど、すげえかっこいい絵だね。だからそれをかっこよくやるためには超望遠があるとすごくいいと思ってて、超望遠か、要はその、ズームレンズなんだけど、ズームの幅がでかいやつの方が面白い映画撮れると思ってる。いや、空間がぐわーって、こう、横伸びしていくんだよね。レンズ高いね。まあ、俺、ソニーのレンズしか知らないけど、キャノンとかの、たまに中古屋さんとか見ると、なんでこんなレンズ安いの？と思ってびっくりするかな。ソニーレンズ E マウント高いね。なんかでも、レビューとか見てたら、その E マウントじゃないとダメらしいよね、ミラーレスは。なんか理由があるっていう。まあ、あと、巻き絵なんだろうね、多分。ソニーの α7 の価格を異常に抑えて、23万円で買えるようにして、レンズで回収しようとしてんじゃない？ソニーは。どうしたの？ペコ。寂しいの？ペコ？どうした？
寂しいの？ドリーズームは俺のツイッターにリツイートが上がってるから、俺のツイッター見ると、あ、すげえって思うと思う。あの、雪、山の山頂に人が4人ぐらい立ってて、なんて言えばいいんだろう。素人じゃわからん。絵的には変な感じがすんの。俺がこうやってここに立ってるじゃん。俺の距離感は変わらないのに、空間が歪んでいくの。ぐーって。後ろの背景だけアップになったり、ズームになったりするっていう技法があるのね。で、それはどうやってやってんのかっていうと、カメラを物理的にこう引いてくの、カメラマンが。こうやって引いてくじゃん。そうすると遠くなるでしょ、絵が。で、レンズの倍率で引きながら上げていくんですよ。引きながらこうアップにしていって、俺の人物にピントを合わせて、要は俺のこのサイズは変えないの。だけど、レンズって歪んでいくのね、どん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 。だから背景の歪みが変わるの。だから、なんて言えばいいんだろう。俺がこうやって喋ってるのに背景がブオーンってこう動いていくっていうのかな。後ろの空間が歪んでいくっていう。それがドリーズームっていう技法なのね。で、俺昨日練習したんだけど、俺が弾くときにカメラがブレるじゃん。あと、その弾くのをこう弾くのか、こうやって弾くのかって弾きもいろいろあるの。その弾きの具合で角度が変わっちゃうから、レールを弾かないといけないのね。だからすごく物理的に、そう、昔のヒッチコックがやった技法ってすごく難しいのよ。計算され尽くされた技法なんだけど、それができないから俺は何をやろうかっていうと、レンズ、三脚で固定してレンズでこうやってアップにする分にはブレないじゃん、手が。で、それをパソコン上で疑似で引こうっていう、疑似ドリーズームっていうのをやろうと思ってるかな。そうすると、ドリーズームっぽい絵なんだけれども、ドリズムと全く見た目がそんなに変わらない絵なんだけど、技術的にそのコストを抑えてその映像手法ができるって。タコさんさ、広角機動隊ゴーストインザシェルっていう映画知ってる？押井守のゴーストインザシェルっていう、あの広角機動隊っていう映画があるんだけど、そこで不安感高まる映画ね。そこで草薙素子がダイバーになって海にダイブして、それをバトーが迎えに行って、船の上で語り合うシーンがあるの。で、元子はこうやってやってんの。こうやってやって船の後ろは海と東京の都庁みたいなビル群なのね。で、元子がずっと1分ぐらい喋ってんの。それは不安？なんとか？コントか？いや、違う。私は企画化された電脳がどうのこうのってずーっと言ってんだけど、後ろの背景がゆっくり歪んでいくの。それがめちゃくちゃかっこいいんだよね。俺はだからそのヒッチコックのめまいっていう作品でその技法を知ったんじゃなくて、アニメで知ったの。で、この表現どうやってやるんだろうっていうのをずーっと勉強、自分なりに考えてて、クロマキーでやってると思ったの。そのセルの概念だから。セル画だったらその、要はアニメの草薙素子、要は被写体のセルと背景のセルを入れ替えることができるから。でも、あ、これってもともと映画の技法なんだっていうのを気づいて、要はなんか現実世界には起こらない絵の作り方になるの。俺はそういう視点でアニメ見てるな。すげえかっこいいシーンなんだよ。要は現実世界、要は物理現象では絶対起こらないシーンっていうのかな。で、それ、ツイッターで上げてるのはもっとわかりやすくやってて、ドローンが引いていくんだけど、山の背景がグワーンって歪んでいく絵なの。だから俺のツイッターに今見てきたらすげえと思うと思うよ。ドローンでドリーズームやるのが流行ってるんだよね、今。まあ、あれは疑似ドリーズームだけど、多分ね。ただ、そのドリーズームをただやればいいってもんじゃなくて、そのレンズの倍率っていうのかな。レンズの、その広角具合をうまく調整してやるのが俺はかっこいいと思ってて。だからそこの幅、レンズのその幅をうまく使ってやりたいんだよね。でもそうすると人物も多少歪むからどうなんだろう。
難しいんだよね、そのなんだろう。まあでも面白いね。昨日久々レンズ配信外でずーっとレンズいじってたかな。違和感を与えるっていうか。よいしょ。走りますか。走ろうぜ。まだ乗せてないっていうか、うまくいかなかったんですよね。簡単に言ったら、要は物理的な引き、ドリーインドリーアウトがうまくできなくて、多分なんだけど自転車かスケボーか台車に乗せて後ろに引いてくれる人、うまーく同じスピードで引いてくれる人がいない、いて初めて成り立つかなと思った。要は360度いろんな引き方があるから被写体の角度が変わっちゃうの。そうするとドリーズームとしての効果が得られないっていうことによく分かって、要は肩こうやっていくら固定して引くって言ってもそう手ぶれがあるし、その引き方もこう引くのかこう引くのかこう引くのかってさ毎回変わるわけじゃん。すげえ難しかったの。でさらに片手で固定して片手でこう調整していかないといけないから、だからスタッフがいないと無理だっていうことに気がついたのよ。もちろん3秒とかだよ、3秒とか。だからはっきり言って気づく人はほとんどいないけど、映画なんてそんなもんだよ。例えばさ、そのマトリックスのブオーンってこのシーンみんな知ってるじゃん。で、かっけーで終わりなんだよ。だけどあれって360度カメラをつけて、コマ撮りで写真で撮ってるんだよ、あれ。だから、あれってカメラがブオーンってこう動いてると思うじゃん、普通の人は。レールを引いて。違うの。写真なの、あれって。360度ブワーって黒巻きの後ろとか。だから、その、タコさんの言ってる通りで、そんなの視聴者から見たら一瞬だし気づかないよねって。映画なんかそれの連続だよ。うん。ガタガタしちゃうね。うん。だから、滑らかな台を引いて、平行な角度を作って、しかも、できれば溝を作って、台車を引くとか、スケボーを引くとか、しかも引くスピードも、その息は、このズームと合わせないといけないから、だから物理的にその予算がかかるし、人手がかかるから、だったら自分でフィックスで三脚で固定してズームインズームアウトをやって疑似的にやった方が、まあ、簡易的だなっていうところに、そうそうバレットタイムっていう技法なんだけど、そう今話したのはこのバーンってこのシーンっていうのはバレットタイム撮影って言って、そのあの監督が生み出した技法なんだけど、でも、その、一個のシーンのかっこいいのために、命をかけてるわけよ。3秒とか5秒とかの。だから、そんなの伝わんねえよって言われても、そんなの分かっててみんなやってると思うよ。まあ、でもドリーズームとドリーあのドリードリーズームに関しては多分次回アルファさんと撮影やった時にアルファさんにカメラマンやってもらって俺が被写体でやろうと思ってるね。あのね多分ね遊んでるんだと思う。ふざけてるっていうか遊んうまく遊んでるっていうか、だから遊び人じゃないとできないんだよね映画撮るのって。要はカメラで遊んでるんだよあの人たち。だから新しいアイデアが生まれるんだと思う。俺子供の頃技法全く知らなくて、初めてカメラ買ってもらった時何やってたかっていうと、なんだっけモーションピクチャーって言うんだっけ、要はピッピッって一瞬だけコマ撮って、動画なのにピッピッって撮ってフィギュアをクッて動かしてピッピッってやってたもん。あの人形がかこう動くようになるやつあるじゃん。だからでも技法としてあるわけじゃんそれは。でも子供ながらにこうやったらこういう絵が撮れると思って遊んでただけだったもんね。で、あれってああいう技法だったんだ、あるんだった。なんかカメラっていうものを使って遊んでるだけだと思う。こうやったらこういう絵撮れるんじゃねって。例えばスターウォーズのさ、こう
ワープするときにさ、星がこうブーってやるのって、あれどうやって撮ってるか知ってる？箱の中に光をバーって散りばめて、カメラをグーってやって写真を撮るの。それを何回も繰り返すの。だから物理的にドリーさせて、光のシャッタースピードを遅くして、グーカシャッ、グーカシャッ、グーカシャッっていうのをずーっと続けて、てっ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 て、うーっていう、こう、うわーって放射線を描いてんの。あれも遊びでしょ？あれなんていう技法だっけな？スターウォーズのそのワープのシーン。そう。あの、レールを引いて機械でウィーンって、ドリーさせるの。で、ライトをチカチカさせて、それシャッタースピード遅くすると、放射線がグーって出る絵が出るじゃん。それを何枚も何枚も撮んの。時間と、その、ドリーの時間を変えて、シャッタースピード変えて。そうすると、あれを繋げていくと、うーっていう、その、前にワープしていくような映像になるっていう。でも、あのスターウォーズの映像ってパクられた技法なんだよね、確か。スターウォーズで有名になったけど、その技法を開発した人が、なんか友達かなんかにすげえ絵を作ったって言って自慢したらパクられたんだよね、確か。確かそんなエピソードだったと思うんだよね。だからカメラって撮り方が分かっちゃえば技術すぐパクられるんだよ。スターウォーズが確かパクった側だったじゃないかな。あれ、元ネタどこだったかな。なんか面白いんだよね、その映像業界の。要はネタが分かっちゃったら、マジック、マジシャンと一緒で、ネタが分かっちゃったらもうパクられるんだよ。そう、同じ機材使って撮り方さえ分かったら撮られちゃうから。だからね、結構大変らしいよ。もう映画なんかパクリの連続じゃん。ネタなんかね、出尽くしてるし。で、俺もね、これ、あんまり言いたくないんだけど、実は、本当にやりたいなと思ってるのが、なんていうのかな、写真と、クロマキーの世界で、アニメーションを実写でやりたいんだよね。要は、アニメが、アニメっていうかさ、ゲームとかがよりリアルに、よりリアルにって近づいてってるけど、リアルに、を作ることなんて無理だと思ってて、そうじゃなくてこの映像を写真とかアニメみたいにするっていう逆張りの技法をやりたいんだよね。だからこっち側を背景で写真で撮って絵みたいに加工すんの、フォトショップで。でそこで俺がその黒巻きで動くっていう。だから黒巻きも技術だからすごい難しいのね。そこはずっと模索してるんだけど、どういう風に表現しようかって。パンクのアーティストがよくやるんだよね。パンクの映像作家がよくやるんだけど。あとは、その、のりこが描いたイラストとか、イラストレーターとコラボしたい。この現実世界をパッて切り替えるの。レイヤー構造にしちゃえば、ここの後ろをイラストに変えられるんだよね。夢の世界と現実の世界を交差するような、なんかその、絵描きとコラボレーションしたいんだよね。めちゃくちゃ手間かかると思うけど。なんかその技術の模索っていうのはずっとやってるかな。そのアニメーションとその実写の融合みたいな新しい表現がすごいやりたいの。俺がアニメ好きだから。実写の方そんなに好きじゃないんだよね。だからそれがね、近いなって思ったのが、なんだっけ、君の名はっていうのがさ、あれ写真なんじゃないかっていう疑惑が出たじゃん。実は、なんで背景があそこまで書き込まれてるかっていうと、写真、アニメが逆をやったのよ。君の名はの人。背景がすごい綺麗、実写みたいって言われてるの。あれなんでかっていうと、簡単な技法なの。写真を撮るんだよ、プロのカメラマンが。いいなと思う風景の写真を撮る。小露光とかで綺麗に撮る。ハイダイナミックレンズとかで撮る。それを、セルだから、なぞればいいだけなんだよね。でしょ？だから、実はね、あれね、カメラなんだよ。アニメの絵なんだけど、実は、模写っていうかね、なんつうんだっけ？パクるやつ。シートを乗せて。あれなんだよ、多分。俺が思うに。だから、まあ、うまい技法作ったなっていう。
あ、わかんねえな、ロジャーラビット。トレースだ、そうそう。トレース技術なんだよ、あれ、多分。俺はトレース悪くない、トレース悪いと思ってないから、そういう技法としてやるのはね、写真のトレースだったら全然ありでしょ。だから、トレースだったら想像力をかきたてる必要がないし、リアルに街で現実にあるものを映し出せるから、親近感が湧くわけじゃん、地元の人からしたら。まあ、あれはうまい技法だなと思ったよ。しかも予算がね、トレースするだけだから楽なわけじゃん。多分俺の予想トレースなんだよね。その映画見てないんだけど、なんでトレースかって思うと、ネット上にあそこの写真、あそこの風景の、カメラマンが撮ってきたっつったらピタピタに合うんだよ。ピタピタに。構図が。ってことはトレースでしょ？俺はね、ああいう、君の名は見てなくて評論するのはあれなんだけど、俺は多分嫌いだと思ってて、多分見ることはないと思う。ただ、そのアイディアに関しては、すごいなって思ってるけど。だ限られた予算の中でどれくらい作りたいものを作れるかが映画の醍醐味だと思ってるから。見るとがっかり。まあそうだろうね。あと一個やりたいのが、俺が月のタイムラプスを撮ってるから、こう俺がアップでガッて寄るのよ。ここの部分の切り取りで。目をこうガッて、アニメがよくやるんだけど、ナルトとかだとシャリンガンとかさ、こうガッてやって、あとバジリスクとかだと目がガーってやるんだけど、そこにタイムラプスで月のタイムラプス、雲がブワーってかぶさるタイムラプス撮ってあるから、俺がガッて目開くと、そこの目の輪郭だけ月に変えて、目の縁の部分を雲のタイムラプスブワーってやったらすっごいかっこいいホラーになると思ってて、それはね、いつかやりたいなと思ってんの。めちゃくちゃかっこいいホラーが撮れると思う。いや、目がグワングワン動くっていう。気持ち悪い絵になると思うんだよね。それはやりたいね。技法として。まあ、いろんなアイディアがあるかな。そう、自分の映画の中に入れたい。でもね、こういうなんか自分で語ってて、映画の技法じゃないんだよね。やっぱアニメ寄りの技法なんだよね。俺がアニメ好きだから。要はね、セルの概念が入ってんの。レイヤー構造化してるんだよね、俺、画像の見方、映像の見方が。だレイヤー的に捉えてる技法だから。だから実写の人がね、あんまり思いつかないアイディアとか多いんだよね。ちょっとアニメっぽい作りになると思う。その違和感をどこまで消すかっていうのが、その現実でやるとやっぱ違和感は絶対出るから、ライティングであったりとか。だからライティングとかを勉強しないとと思ってんだよね。要は現実世界、背景に当たってるライトの角度と自分に当たってるライトの角度が違かったら、違和感は絶対現れるから、そこはすげえ難しいんだよね。クロマキーでやるとしたら。こんなのね、カメラ好きじゃない、映画好きじゃない人が見たら何の話だってなるよな。それ人増えねえわな。あ、そっか、携帯2つあるからドリーズーム見せられるか。タコさん今ドリーズーム見せてあげる。ちょっと待って、すごい綺麗だから待ってて。ドリーズーム、結構感動すると思うよ。これがドリーズーム。これ多分疑似ドリーズームなんだけど、いくよ。これ背景が歪んでるのわかる？ぐわーって。でも距離感変わってないでしょ。これがドリーズーム。あるかな、伝わった？これがドリーズームね。
まあ、走るか。行きますか。今日は16日目かな、ロードワーク。っていうかまたあれだわ、この前カメラ持ってった時にまたあれだ、ブロワーなくしたわ。ブロワーがないんだよね。どうやってホコリ飛ばそうかな。っていうかステーキガスとかなくなったのめちゃくちゃショックなんだよな。なんだろう、このアクセサリーは使用できない。なんだこれ、なんでこのアクセサリーは使用できないってなんだろうこれ。なんで。じゃあ一旦終わりにします。ありがとうございました。お疲れ様です。次役はトレーニング枠です。おつです。トリオツ。